怪しいのは校舎の中ですね。探してみましょう。ニワトリ大捜査線発生。クエストメニューを確認しよう。君は探す気はないのかい？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほら、恩返しオール。アユナちゃん起きてください。今日もいい天気ですよ。いつまでも眠っていてはいけません。はいはい、どうも。妖怪に起こされる朝。昨日の疲れがまだ残っているようですね。あんなに学校中を走り回されたら無理もありません。しかし、ぼんやりしている場合ではありませんよ。あれ？そんなに張り切ってどうしたの？昨日の学校もそうでしたが、最近よからぬ妖怪たちが増えている気がします。アイナちゃんだって気になっているはずです。あれか？あの、フォー？やった時みたいに、妖怪の世界に連れて行かれるんかな。そんなわけでもう一度、学校に行ってみましょう。あの日学校にいた人に異変がなかったか尋ねてみるんです。学校にいたって言うと、当直の先生とかかな。おお、それはいいですね。頼れる大人の意見。それは時として事件を解決する手がかりになるのです。そうかな。行きますよ。それじゃあ学校に行って、昨日の当直だった先生を探しましょう。学校には運が行きはあったっけ？あ。危ない健康診断。健康診断、人体模型かな。小学校で先生の話を聞いてみよう。ペローン。鏡の世界に連れて行って差し上げます。運河駅を使ってワープします。どこに行けるんやっけ？あ、ほらほら、桜台地小学校南校舎1階。ふぅ。ってことで一気に。はい、来たー。で、どこだ？こっちか。当直の先生、女の人とかあるの？危なくない？男やった。やあ、アイナちゃん。夏休みも学校に来るなんて感心だね。この人って、あれか。前に商店街に寄った人か。え、昨日の当直は僕だったけど、何か知りたいことがあるみたいだね。昨日、何か変なものを見ませんでしたか？変なもの？特に変わったことはなかったよ。当直の先生ってどこにおったん？おらんかったことない、どこにも。そういえば、午前中に今田くんが来て、似たようなことを聞いていったな。誰、今田くん。何かオカルトのものに興味があるみたいだね。だったら、すべてを見通す水晶玉の話は聞いたことがあるかな？何でも知りたいことを映し出す、不思議な水晶玉だって話だよ。確か、商店にそういうものがあるって聞いたような気がするけど。これはいい情報を聞きましたね。私にもその水晶玉は心当たりがあります。へぇ。その水晶玉を使えば、小学校にいた妖怪の正体が何だったのか分かるかもしれません。商店寺に行ってみましょう。妖怪の正体って何？うん、そうだね。アイナちゃん、誰と話しているんだい？何でもないです。ありがとうございました、先生。いいんだよ。気をつけてね。小学校で先生に名前で呼ばれるとかなかったけどな。水晶玉がある商店寺に行ってみよう。あなた何かお困りで。まったくひどいいたずらをするもんだ。おや、何かお困りのようですね。話を聞いてみましょう。どうかしたんですか？実は、生徒が学校でいたずらしててね。学校のものがいろいろと動かされてるんだ。それで元通りにしようと思うんだが、よかったら手伝ってくれないかい？何それ、パズル的な？ ありがとう。本当に助かるよ。それじゃあ、学校の中のいろんな教室を見て回ってきてくれるかい？いたずらされて他の教室から持ってこられたものが置いてあったりするから。他の先生の話によると、いたずらされたものが置かれていたのは、校長室と音楽室と理科室と、あとは、すまない、忘れてしまった。報告にあったのは全部で5つ。いたずらされたものを探してきてくれ。なるほど。別の教室にあるべきものが変なところに置かれているんですね。それではまずは隣にある校長室から探してみましょうか。学校間違い探し発生。クエストメニューを確認しよう。これは妖怪とか関係ないやつなのかな？普通に、アイテム移動させるだけ？何がどうなのかが、全く、あ、そっか、まず、微妙なとこまでしか回せんのやな。何がどうなんだろうか。校長室ここよね。なんもなくない？あ、何？このなんか白いやつかな。音楽家の肖像画を手に入れた。
ああ、なるほど。あ、これは音楽家の肖像画ですね。校長先生の写真の中に混ぜるとは。音楽室から持ってきたんでしょうね。困ったいたずらですね、まったく。あ、白いっていうことは別に関係ないんや。じゃあこれを音楽室に持っていくと。音楽室どこやったっけ？まあ、とりあえず上の階よね。あ、あの子も困っとったんや。こっちか？ 2 階やったっけ？ん？あ、こっちからも行けるんか。あ、もうなんか自由自在にね、机が積まれてないっていうのはいいっすね。で、音楽室もいたずらされとんやっけ？あ、校長のと入れ替えられてるってことかな？ん？違うか。え、なんだ？何がどう？椅子とかは関係ないのか。ん、なさげ。あ、これ？カエルの解剖図を手に入れた。今度は理科室？カエルの解剖図がこんなところに。音楽室にカエル、カエルの合唱、とでも言いたいんでしょうか。って、解剖図ですけど、理科室から持ってきたんでしょうね。なんか、カエルの解剖を授業でするみたいなんて、なんやろ、よく、ドラマとか漫画とかで聞いたことあるけど、昔は実際にあったんかな？カエルの解剖なんか、やったことないけど。いや、なんか、あれ、時代とともになくなったみたいな。ここは、図書室ですね。ここの中は探しましたっけ？私の勘ですが、ここにも何か脱落されたものがある気がします。ふんふん、教えてくれるんやね。ラッキー。こういう椅子いいな、なんか。何かしら。ん？今の？これか？体温計を手に入れた。お、保健室もか。おや？本の間に何かが。で、体温計？この本の体温は32度5分。低っ。って違う！乗り突っ込み。これはいたずらですね。保健室から持ち出したんでしょう。持ち出せるものなのか？先生の目の前とかで測らされる気がするけど。まあ、それだけじゃないんかな。理科室上か？ちょっと待ってね。理科室、理科室。あ、屋上や、ここ。理科室はどこにあるのでしょうか？あ、これや、理科室。あったあった。ここで、あ、あれか。妖怪の図鑑を手に入れた。これは図書室やね。これは妖怪の図鑑？学校にはこんな本もあるんですか？まさか私、ウィスパーのことも？って、載ってませんよね。ウィス。しかし、こんなところにあるのは変ですね。きっと図書館から持ち出したんでしょう。まあ、妖怪図鑑ぐらいあるやろうね。まあ、妖怪ウォッチの中で言うとしたら、古典妖怪ってやつかな。カッパとか、座敷わらしとか。下の階かな。多分、保健室は、1階よね。あ、これか。ここは保健室のようですが、いたずらされたものが何か置かれてませんかね。なんか今のところ集めよるだけな気がするけど、これはちゃんと集めたものを持っていけばいいんかな。あのおじさんのとこに。ないです。あ、どこ？え？どこ？これ。昔の校長先生の写真を手に入れた。これは校長先生の写真でしょうか？随分と古い写真ですが、おそらく校長室から持ってきたんでしょう。勝手に持ち出されて、この校長先生も悲しんでますよ、きっと。ああいうのって学校に入ってない？これでいたずらされていたものは全部見つけたみたいですね。用務員さんのところに戻りましょう。あれ、用務員さんやったんやね。あ、で、私が張り替えてきたりとかする必要はないんや。よかった。じゃあ、これを用務員さんにお届けします。あれ？はい、どうぞ。ああ。おー、見つけてきてくれたのかい？うん。集
めたものを手渡した。大変だっただろ？こんなに頑張ってくれて嬉しいよ。これらのものは私が戻しておくよ。探してきてくれてありがとう。このことは担任の先生にも言っといてあげるからね。お、やったね。よかったですね。これで先生に褒めてもらいますよ。いいことをするって素晴らしい。これからもどんどんやっていきましょう。学校間違い探し、バッチリ解決。にしても学校は広いけん大変やな。ね、めっちゃ走り回ってよ、昨日に引き続き。サポートライフ7月号。モテモテんやん。ハズレ？ハズレとか言わんといてあげてや。かわいそうに。そして、あの、靴箱のとこにおった子も。あ、授業が行われる。え、私は？休みなの？まずいことになったなぁ。おや、夏休みに校舎の中で何をしているんでしょう。夏休み？あの子たちは？補習？小学校にそんなものあるっけ？あ、ちょうどいいところに。頼むよ、一生のお願い。助けてくれ。見ず知らずの子の。マジで？サンキュー。実はさ、これ夏休み中に鶏飼育当番なんだよ。それでさっき学校に来たら、鶏が全部逃げ出しちゃったんだ。鍵を閉め忘れたことがバレたらやばいんだ。探してくれ。鶏がいそうな場所なら、暑いのが嫌いだから校舎内にいるはずさ。あいつらは全部で5話だ。よろしく頼むよ。なるほど。怪しいのは校舎の中ですね。探してみましょう。鶏大捜査線発生。クエストメニューを確認しよう。君は探す気はないのかい？鶏。ヒント何にもないやんね。困る。なんか気配感じたりとかしてくれんかな？ウィスパー。あ！なるほど。ちゃんと地図上に出るやん。ポキー！これで1話目。ウィス！鶏を捕まえました。あと4羽いるはずです。校内を探しましょう。上の階かな。ちょ、待って。え、走ってたら、全然。ん、あ、待って、違う。そうじゃなくて、多分この階にも、いるのでは。でも5階建てなわけじゃないけんさ、もっと一つの階におったりとかも、ありそうやね。その一つ一つの階が広いんよね。こっちだけじゃなくて、向こう側もあるやろ。お二話目、コキー！めっちゃ、日が当たっとる場所におるやん。あと3羽いるはずです。校内を探しましょう。ま、でもとりあえずマップ上に出てくれるっていうのは分かったけん。多少楽かな。さあ、3階は、あ、おった。ちょっとお姉さん気づこう、これ。はい。コキー！鶏を捕まえました。あと2羽いるはずです。校内を探しましょう。お、思ったより楽かもしれない。あとは、ちょ、待って。こっち側にはおらんっぽい。屋上はおらんかな？外やもんね、屋上って。あ、これ下やん。1階かな？ん？ 1 階はもしかして奥がないのか？鶏、あ！こんなところに。あと1羽はどこだ？コケー！夏休みっていうのにみんな筆箱とかめっちゃ置いて帰っとるやん。ランドセル置いとる子らおるよ。危なくない？ロッカーに。鶏を捕まえました。あと1羽いるはずです。校内を探しましょう。どこだ？あと1は。こっちから上がっていくか。これで、あっち側は？あ、ここから上に。いや、さすがに屋上はないか、やっぱり。ね、なさそうやね。あ、なんか屋上思ったより広いな。ないわ。じゃ
じゃ、3階かな？こっち側行ってない気がする。わからん。あ、おらんかった。おらんかった、全然。どこ？もう校舎内全部見たことない。いない。ちょいと待って。こっちは？いないぞ。校内もういなくないっすか？全部回ったと思うんだけども。ねえ、回ったよね。ほらほら。おらんよ。こっちは？あと1は。ほらおらん。じゃあこれでした。はい、1階に来た。校舎の中なんよね。校内。ここは？入れない。入れない。外は違うんか。でも一匹ぐらい外におりそうじゃない？違うな。どこだ？あれ外か。どこ？いなくないっすか？あと1はいなくないっすか？どういうことだ？見れてないとこある？なくない？こっちもしかしてなんか。いや、行ける場所別にないよね。どういうことだ？見えてない場所ってどこがあるんだ？でも全部マップに映っとるしなぁ。いない。まさかのちょっと苦戦している。いや、最初は苦戦すると思ったけど、階段場所によってたどり着ける先が違うとかそういうのは。この下は？あ、おった。ふう。コキー。ここはどこ？やりました。これで全部捕まえましたね。飼育係の男の子が待ってますよ。報告に戻りましょう。ここは、一体、北校舎1階。あ、なんか、A ランクがあるよ。校内に。じゃあ校舎内に行けん場所があるってことやん、ふみちゃん。やばくない？今まではずっと、何校舎におったん？ちょいとよくわからんけど、とりあえず戻ろ。南校舎におったんか。へい、少年。全部見つけてくれたのか。サンキューな。君はなぜ一歩も動かないんだい、ここから。先生に見つかる前でよかったよ。バレたらすっげえ怒られたぞ。もう鍵を閉め忘れたりしないから、先生には秘密にしてくれよな。鶏たちにも怖い思いさせちゃったしな。みんな無事でよかったですね。一件落着です。鶏大捜査線、バッチリ解決。普通手分けして探したりせん、こういうの。つら。しかもなんか自分よりちっちゃい子っぽいし、鳥もも？鶏じゃないよね。怖い。調理されてる。むかれてる若は。お。はい、成功。あったりー。小経験値玉を手に入れた。お。そそくさとおらんなっとるし。怖っ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、本筋のストーリー的には水晶玉がある昇天寺に行こうっていうことなんやけど、昇天寺って合成とかできるとこ、段々坂の方にあるやつよね。あれ違ったっけなんか確かそんな感じ。まあ、次行ってみよう。